るわけですよ。工場の生産でもサービスの供給でもいいですけど、それに対して現実の需要が少なすぎると。現実の需要って何か、 GDP なんですね。 GDP のことです。でこのギャップがでかいと。だから物を作ると物余りになると。で安く売らざるを得ない。物価が継続的に下落すると。でさらに困ったことに、供給能力が余ってるんで企業がリストラクチャリングすると。工場を閉鎖すると。海外に移す。人員は削減すると。するとこの GDP の中に個人消費ってでっかいのがあるわけです。そんなね、リストラクチャリングの危機に怯えて、しかも失業しちゃったりしてる人たちが個人消費増やすわけがないでしょ。というわけでますます減ってっちゃうんですね、こっちがね。そうするといつまでたってもこの差が埋まらないと。で一番の問題は、最近の日本政府はこの GDP の中のここ政府の最終消費支出、あとさっき出てきました公共投資だってここですけど、ちゃんと GDP の一部なんですよ。それを何してますか、削ってってるわけですよ。ここ削ってっちゃってんの、バーって。それはデフレが続いたり悪化して当たり前でしょうと。ところがこういうマクロ感覚が今の民主党政権全くないみたいですね。特に菅直人さんね。そのですね、この話はですね、はっきり言うと誰でも知ってんの。誰でも知ってます。それである官僚さんが、その2009年の秋かな、菅さんが財務大臣の時に、菅さんそんな無駄の削減やってたら、ここ削ってったらデフレが悪化しますよ、マイナス成長になりますよ、言ったわけでしょ。当たり前だろうと。誰が考えたって小学生だと分かるでしょ。そしたら菅さんが、無駄を削減してマイナス成長ってどういうことって言ったらしいんですね。新聞に載ったんですけど、これいや分かってない。いや企業経営なら分かる。企業経営なら無駄を削減すれば利益が増えるでしょ。国家経済違うんでしょと。そういう大元の部分から全く感覚がないっていうのがですね、その一時を持っても分かるんですね。その人が今総理大臣というですね、本当に楽しい時代だなと思ってしまうんですけど、で日本のあの借金の問題さらっと最後に流しますと、最近ですね、これですね、何かこれ日本国家全体の金融資産、皆さんの銀行預金とかここに入ってるんですけどね、とまあ、これは簡単に流します。負債と、これ借金と。で実は日本全体で見ると資産の額の方が負債の額よりも 268.1 兆円多いんですよ。これはあの対外純資産というんですが、まあ、純資産これ世界一ですからね。日本は世界一、国全体で見たら世界一の、純資産を持ってまして、もう世界最大なんですね。普通に考えて純資産が多い、つまり借金残高よりも負債の方が少ないと。その差額が多いっていうのは、それは金持ちってことですよ。100億円持ってます。しかし100億あの借金は101億円あります。それは金持ちじゃねえだろうと、マイナス1億円じゃないかと思うでしょうね。でも100億円持ってます。借金10億円です。おお、90億円も純資産があるんだ、金持ちだと。というわけで日本は国全体で見たら世界最大の金持ちなんでしょ、間違いなく。でじゃあ世界最大の貧乏人は誰かと、まあアメリカなんですけどね。まあその話をしたわけじゃなくて、その財務省が問題にしている国の借金ってここです。政府の負債ってやつですね、政府の借金で。ね、これね、面白いなと思うのが、そのですね、ここに家計の金融資産 1452.8 兆円ってありますね。でこれをですね、どうやら 目をつけて、わ、今確かに日本の金利は安い、なぜならこれが多いから、家計の金融資産が多いから。しかしいずれ国の借金が増えていけば、この家計の金融資産1452兆円抜くだろう、その時破綻する、こういう説聞いたことあります？私結構いろんなところで見るのね。って思わせられない。なぜならば政府の借金が増えましたと。その時に借金を増やすってお金を借りるってことですよね。当たり前ですよね。そのお金を借りて政府はそのまま持ってんですか？こうやって。違うでしょ。使うわけでしょ、景気対策として。それは公務員給与とか官僚給与とかですね、そういうのもあるでしょ。あるだろうけど、とにかく基本的に政府はお金を借りたら使います。必ず。使ったらどうなの？ここ増えちゃうじゃんと。当たり前でしょ？皆さんが、だ政府が金使った、例えばでしょ、子供手当、政府が5兆円を借金して払いましたら、ここが5兆円増える。大変だと。でもその5兆円ってどこ行くの？家庭、お子さんをお持ちの家庭の銀行口座に入るわけですよ。振り込まれるのね。そしたらどこに行くの？ここ増えちゃうじゃんと。当たり前だろ、そんなことと。なんでここ、これが、これに抜かれるとかそういう話なのかなと。頭大丈夫かなとか思うんですけどね。こういう基本的なことすら全く分かってない。実はあのバブル崩壊後ですね、これは今のは何でしょう、単年度をこう横に並べたものですが、これを長期ですね、見たものがこれなんですね。これが金融資産。まあ2箇所だけ見てほしいんです。これ紫。
家計の金融資産、まあ、皆さんの銀行預金も入ってますよ。で、もともとこのぐらいだったんですよ。バブルの頃は。それがぐわーっと増えたんですよ。バブル崩壊後にむしろ家計の金融資産は増えたんですよ。明らかに。バブル崩壊、ここね。で、その時何が起きてたの？で、今度負債、借金の側を見ると、この黒い人を見てください。皆さん手元の方が分かりやすいですかね。黒い人、バブル崩壊まで黒い人は借金ほとんどなかったんですね。それがぐわーっと増えましたよね。これが政府の借金。要はさっき話したこと、政府が借金増やして家計の金融資産増やしちゃってたんですよ、ずっとバブルはね。バブルの後は。だからこれが問題だと私は言いますけど、それは抜かれる云々とか破綻するとかそういうんじゃなくて、政府が景気対策をしても景気対策をしても皆さんのような家計とか企業が金融資産として溜め込んでしまっているというのが問題なんでしょ。だから金利も安いと。でもなんでそんなことになってんの？デフレだからです。終わりなんですけどね。デフレだからです。でここまで聞いて多分半分以上ご理解いただいた方は、マスコミって何なんだろうと思われると思いますね。これだって数字で見れば一発で分かるんです。最初に私は経済こそ歴史問題よりもはるかに相対化がしやすい、比べやすいって言いましたけど、もう一目瞭然ですよね。誰も逆らえません、これ。だって見てくれよと。バブル崩壊以降、この紫が巨大化してるじゃないかと。だんだん増えてってるじゃないか。なんだこれ、家計の金融資産。君たちの金融資産だよと。それは確かに国の借金が増えてますね、これね、黒いのね。でもその金が移ってるだけじゃないかと。で、これお金の流れをちゃんと考えれば誰でもわかるでしょ。政府が景気対策するために国債発行して金を借りました。そのまま持ってる政府なんかないんで、使いました、景気対策。そしたらその金は最終的にどこ行くの？皆さんの銀行口座ですよ。間違いなく。ということが現実に起こってたでしょっていうのはこれ見ればわかるでしょ。こういう情報が本当に流れないので、これは経済の問題解決できそうにないなと思っていたところに、実は、まあ、別にこれなんでしょう。好き嫌いの話じゃなくて、本当にわかる人っていうのはやっぱりいます。政治家に。一人は亀井静香さん。とか思われた方いるかもしれないけど、分かってますからね、あの人。もう一人麻生太郎さんですね。それで麻生さんが総理大臣になって、要は問題はデフレだろうと。で、デフレをなんとかしようということで、いろいろこうやったわけなんですけども、ものすごいマスコミからの叩かれ方をしましたよね。今思い出しても、あれはなんか本当歴史に残したいぐらい。漢字読み間違えた。カップラーメンの値段がわからないと。ホテルのバーで自腹で酒飲んだ。何が問題なんだろうって。いまだにわかんないんだけど。ホッケの煮付けと言った。いいじゃんか、別にと。そういう叩かれ方をしまくって、あとは一応まともな対策、日本のこのコンテンツ文化を世界に発信するための、その国立芸術メディア総合センターかな、という施策が、アニメの殿堂とかね、国営漫画喫茶とかレッテル貼りまくってね。それでまあ政権が倒されちゃったので、これはまた日本はデフレが悪化するかなと思ったらやっぱりしてます。で、これがですね、まあ一目瞭然。これ CPI って消費者物価指数。皆さんの物を買うときの物価指数ですね。ここがゼロです。で、リーマンショックの後ですね、実は諸外国も含めてみんなデフレになっちゃったんですよ。マイナスになっちゃった。中国までなってましたからね。日本のマスコミ全然言わないけど。それで中国とか他の国はぐわっと戻したんです。ちゃんと景気対策をやって、金融緩和をやってと、当たり前のことをやって戻しました。アメリカも今もやってます。唯一日本だけがずーっとこうマイナスで推移してるわけですね。でもこんだけ情報混乱してたら、あるいはマスコミがまともな報道しなかったら、これは無理だなと私は思いまして、まあ選挙出たのもそうですけど、こういう場で話して、やっぱり日本国民が理解しなくちゃダメですよ。少なくとも日本人は多分世界でおそらく日本国民だけがこういうことをちゃんと理解できます。要は別にこれ経済学の話じゃないですからね。お金の流れの話。皆さんがお金を使いました。そしたらお金が消えると思っている人が結構いるんですけどね。お金が消えません。皆さんがお金を使うと企業の売り上げになるだけです。政府が借金をして景気対策打ちました。最終的に皆さんの銀行口座です。行き先は。あるいは政府が借金をしました。莫大な。誰貸したのと。外国人？フランス、ドイツ、アメリカ、イギリス、中国？日本国民でしょとかね。そういうことを理解していけば問題解決に近づくと思います。ところがですね、やっぱりね、日本は、この辺だなと思うのが、とにかく結論がとにかく日本はダメですから。ダメにしなくちゃいけない。で、私がこういうことを説明してると、なんとかしてやろうと思うらしくて、最近出てきたのがこれ、ね、日本のデフレは宿命であると。永遠に続けると。100年、200年続く。なぜなら人口が減少してるから、少子化だから、だからデフレが続く。デフレの正体、なんて本が出ましたけどね。あれそういう話に基づいてるんですが、
それはね、日本の人口減ってますよ。減ってますが、他の国と比べましょう。ちなみにここが0ですね。あ、ここが1ですね。2000年を1として人口がどう動いたかを見てますんで、ここが1です。このドーンと減ってる人、これが日本だろう。違います。ロシアですね。じゃあ分かった。じゃあこの下から2番目のこれだろう。違うんです。ドイツ。驚いたでしょ。日本よりもドイツとかロシアの方が圧倒的に人口が減ってます。このなんか横ばいの人が、これは日本。人口減少でデフレって言うんだったら、ロシアとかドイツがデフレじゃないのを説明できんのという話ね。あるいは少子化。少子化だってね、日本なんかよりはるかに少子化に悩んでる国が稀に山ほどありますよ。台湾でしょ、韓国、香港。みんな軒並み合計特殊出生率が 1.0 を切りそうですからね。香港は切ったのかな。で、デフレですか、それらの国々は。最初に言いました。比べると。これは歴史問題も経済もそうですが、相対化をする、比べるってことをやると、と思いますよね。これ多分知らなかったと思います。思いますが、まあロシアは結構有名ですが、ドイツだって日本より人口が圧倒的なスピードで人口減ってるんですからね。ドイツだって。ロシアもそれに輪をかけてます。毎年70万人ずつ人口減ってますから、ロシアは。で、デフレですか?で、今ですね、世界はですね、ちょっとこれ飛ばしますけど、アメリカがデフレになりそうになっています。バブル崩壊したから。で、出てきた話がこれなんですね。TPP。環太平洋パートナーシップでしたっけ。でこれですね、TPP って突発的に出てきましたけど、それは当たり前で、アメリカが自分の国の失業率を改善したいと。その目的のためだけに日本を引っ張り込んだんですよ。その何よりの証拠がこれ。これは TPP に加盟しようとしている国、あるいは加盟した国の GDP をグラフ化したものですけど、アメリカと日本で9割占めてるんですよ。で、ここにもし日本がないことを想像してみてください。アメリカ何やりたいのと。ここにいるの、いや、バカにするわけじゃないんだけど、ほとんどこうシェアがないわけですよ。一番強烈だなと TPP の話で思ったのは、まあ、平成の開国っていうスローガンもよくないけど、TPP に入らないと世界から孤立するとか言った経団連の会長さんがいますけどね、世界ってどこの世界?ここ?っていう、という話なんですよね。で、結局ね、これ TPP ってアメリカが日本に農産物ですよ。まあ農産物の問題もあります。農産物。それからサービスを売りたいんです。サービスというのは皆さんが想像しているようなサービスではありません。法律サービス、金融サービス、医療サービスです。この3つですね、はっきり言うとアメリカの社会の癌なんですよ。例えば、今にアメリカ訴訟社会、道路にですね、バナナが置いてあって、それで転んで怪我したら、そのバナナが置いてあったところの家の前の人が訴えられるんですよ。喜んで弁護士がね、駆けつけてくるの。訴えましょうと。で、今ですね、本当に弁護士増やしすぎちゃってアメリカは、まあ失業率高いんですが、本当に訴訟案件があるたびに弁護士がわーって寄ってくるそうですね。訴えましょう、訴えましょう、私に任せてくれと。そういう社会に日本をしたいんですかと。TPP に入ったら、アメリカの法律サービスは基本的に自由化されるので、全部入ってきますよ。皆さんのところにも来ますよ。なんかちょっとトラブルがあったら訴えましょう。そういう社会にしたいのかな。あるいは金融サービスなんて言ったら、そもそも今の世界的な金融危機というか、アメリカの失業率を高めたのは、そいつらなんですから。そいつらが暴走した逆に崩壊させて、失業率が今 9.5%。でもね、自分たちは高級もらってるんですよ、今でもね。だから今度次、でもどこやんの?アメリカはダメだね。じゃあ日本だ。この、だって、この規模を見たらですね、誰だってそう思うでしょうと。で、日本側にとって TPP ってメリットないのと、よく聞かれるんで、それ答えますが、まあ、ないことはないですよ。日本の家電メーカーとか自動車メーカーが、今の韓国企業に苦戦してるんです、ここで。ちなみにこのアメリカの1400兆円を超える GDP のうちの7割が個人消費なんで、1000兆円の市場がここにあるんです。そこでの戦いに勝ちたいんですね。日本の家電メーカーとか自動車メーカーが。ところがですね、TPP ってまあ製造業については関税の撤廃しかメリットないんですよ。アメリカにおける家電、テレビとかね、家電の関税って 5%。5%。自動車 2.5%。そんなもの取っ払ってもらって勝てるのと。